安倍さんは不老不死にはご興味はありますか？不老不死の研究が行われてるっていうのに関しては興味があります。もう一つ、タイムリープに関してはどうですか？タイムリープは興味ある。その二つを疑いのある都市伝説の歴史上の人物がいるんですね。え、何それ？サンジェルマン伯爵。サンジェルマン伯爵っていう過去の歴史上の人物をモチーフにした漫画が3、4年ぐらい前にジャンプでちょっとの間やってたんですね。ノアズノーツっていう漫画です。都市伝説系の漫画なんです。それをきっかけにじゃないですけど調べる人もちょっと出てきたんですけど、そのサンジェルマン伯爵っていう人は記録的には1700年代から1800年代に記録が残っているだけなんですね。サンジェルマン伯爵っていう人は何をした人かっていうと、音楽家であったり哲学者であったりとか科学であったりとか、いろいろバイオリンを弾いたりだとか錬金術が一番有名な記録の歴史の方なんです。で、このサンジェルマン伯爵っていう方がなぜその不老不死かって言われてるか、だいたい4000年過去遡って記録をいろいろ調べるとあちこちで名前と存在の記録が残ってるんです。例えば1300年代のとある都市の困ったことが起こった、町の存続が危ぶまれるぞみたいな状況になった時に、そのサンジェルマン伯爵らしき人物の記載が残されていて、そこでそれを乗り切る知恵を与えたりだとかっていう記録が残っていたと。で、その記録が残っていたっていうのがもう一つまた同じような内容で、ヨーロッパを点々と調べればすごく線になって出てくるんですよ。人を催眠術で操ったりとかっていう噂もありますし、いろんなことがあるんですけど、それが不死なのかタイムリープなのかっていう説が2つに分かれるんですね。っていうのも1300年代400年代どこかのもっと古い時代の時には若い姿をしていたのに、そこよりさらにもっと古いところでは老人の姿をしていたとか、で現代に近くなってきたところになるとすごいもう普通の青年だったとか、はっきりした写真は残っているのに、なぜか1000年2000年ぐらいの残っている記録の中にサンジェルマン伯爵の功績みたいなのがちょこちょこ残って出てくるんですよ。サンジェルマン伯爵の功績みたいなのがちょこちょこ残って出てくるんですよ。写真残ってるんだ。一応写真は出てます。ウィキペディアにもちゃんと載ってるような人なので、この自画像残ってる人と同じような顔が壁画に残っていたりするんですよ。ここまですごい人なのに、有名な都市伝説テラーの人たちってさらっと触ったりとかする人はいても掘って下げてる人ってあまり聞かないんですよね。そこにちょっと魅力を感じてて、ここから僕の考察込みなんですけど、はいはい、現代も当然いるんじゃないかなって思ってます。もしこれが本当の説であれば。だって不死でタイムリープどちらも説があるんであれば、僕らが今この喋ってる瞬間もこの世界のどこかにいて何かをしてるんじゃないか。なのであまり取り上げて掘り下げるっていうよりも、その活動を邪魔することになるかもしれないので掘り下げずに、話の話題には出てくるけど触らないよみたいなルールがあったりしたら面白いなとは思ってます。サンジェルマン伯爵のさ狙いって何なの？はい、ちょっとこれ歴史と調べたら似てるんですけど、空海さんと似てませんか？っていうのもあちこちでいろんな旅をして、いろんな各地でいろんなことを手助けしたり、いろんなこう知恵を与えたりとかして全国を回る。日本では空海さんがそれをやりましたよね。その名残がいっぱい残ってるじゃないですか。ヨーロッパではサンジェルマン伯爵が同じような役割で回ってた人じゃないですか。空海さんって修行に回ってただけじゃないんですね。実は修行に回った先々で住んでる人たちを助けたりとかして、悪者を成敗じゃなくこうした方がいいよとか、シンプルに困ってる人を助けたっていうね。そういう風にして旅をして、こういう風に世界中に点々と行って、ひょっとしたらそこまで天才で博学でいろんな知識を持って帰ってきたじゃないですか。なので同一人物の可能性も否定できないなっていう説でした。